はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ブレイブリーセカンド、前回の続きからやっていきましょう。で、なんかやたら目的地がいっぱいあるけど、どこへ行けばいいんだこれは。とりあえず近場から攻めていくか。もうここじゃねえの。イベントが始まったぞ。お、浮遊城がまた水の神殿に向かうつもりだ。先回りはもうできないだろ。この湯船があれば追いか。湯船って、うん、紫の湯のネーミング、平たく言って、こんな船で追いつけねえだろ浮遊城に。戦闘艦湯船で、うん、湯船。他の目的地は何なんだ。あれ、とりあえず海に出ろってことだったのね。あとはあっちに上陸か。これはどっから攻めてった方がいいんだ。結構早いなこの湯船。どういうエンジンで動いてんだろう。おお、ブレイブアタック。でもまあ攻撃でいいっしょ。イデアがな、どうしても弱いな。攻撃力が弱いからな。これは魔導士はあんまり向かないな、このゲームは。普通の戦闘には。オーラだ。バナージー強い。おお、バナージマジ強い。こいつ超強い。忍者異常なんだけど。いずれ四刀流にしてえな。四刀流にすると防具がなくなるからな。速攻死にそう。結構遠いなこれ。2泊か3泊くらいの旅になりそうだ。ほら、これで1回だからね。あ、敵も強い。硬い、こいつカニだからだ。行きがけのダチン、行きがけのダチン。一人で殲滅した。さあ、2泊3日ツアーで行けるかな。マグノリアはこの間またずっと操縦してんのかな。まあ船を漕ぐよりは楽だろう。連戦の予感。いや、いけるはずだ。バナージー倒した。これで倒せるか。よし、これはあれだな、ちょっとイデア攻撃じゃなくて魔法を使わないと多分勝てない。先にちょっとあれだな、この柔らかそうな鳥から倒そう。柔らか鳥から。ああ、いいね、攻撃しちゃった、間違えた。バブシャワー何の役にも立たねえな。ブレイブちょっとケチってサンダーでいいかな。ほら、おお、結構強い、サンダーだけでも。おお、倒した。ケチって正解だったな。さあ、1日目が終わって2日目に突入したけど、船酔いとかしないのかな。でもこれだけでかい船だともう船酔いとかは関係ないのかな。食料は現地調達だ。この魚を食う。うまそうではないけどな。カニとか硬そう。これめっちゃ尖ってるし、こいつ。よーし、とりあえずここに上陸すればいいかな。さあ、着きました。2泊しなかったな。1泊とちょっとか。おお、あれ、これ変わってなくね。バルトラてかリピートでいいや。
弱い弱い。お、始まった。とりあえず上陸。あ、浮遊城がある。あそこに浮遊城が。あの方角は。お、なんだなんだなんだ、攻撃だ。超戦艦のビーム砲が飛んできたんだけど。メガ粒子砲。浮遊城が攻撃を受けた。え、何？記憶。あ、これで終わりってことにしよう。知るということは、君は知らん誇りを持って自らの過去を。謎のメガ粒子砲が飛んできて、2章が、これまた何なのこれ毎回一緒だよね。毎回見てないけど。コングラチュレーションズ、シーセイト。おめでとう、彼女は言った。よくわからない。浮遊城が火を吹きながら撃沈した。かなりダメージがあるみたい。アニエス、そっちは。あ、そっか、アニエス今ここにいるのか。いえ、ちょっと今の。あとは赤だけなのです。あ、浮遊城が誰かに攻撃されたようなんだ。あ、それ。そっちの状況はどうだ。ええ、私は大丈夫ですけど。部屋の外は消火作業で大騒ぎ。お、怪我人出たのか。だいぶ怪我人。わかった。ちょ、くれぐれも気をつけて。アニエスから見て右の。まあ。よかった。でも確かに一体誰が。お、なんだ。月からの通信だ。もしや衛星軌道上からの攻撃。どうかしたの。それはこっちのセリフだ。たった今ルクセンダルクで巨大な SP 反応があった。何 SP 反応って。 SP 反応ですって。ああ、考えられ。先ほど巨大な光線が反。巨大な光線だと。了解よ。え、何なの SP 反応って結局。どういうこと。マグノリア。 SP というのはこの砂時計に蓄積されたエネルギー。ほうほうほう。そのエネルギーが大量に使われた。じゃあ僕ら以外にも。え、そういうことに。でもこの砂。確かめてみるのが一番。なるほど。そういや魔王ってもう全然出てきてないな。全く信じがたいことですわ。否定する。何よの。もう一度攻撃を受ければ。そんな強いの。墜落してしまいますわ。魔王め、さすがの。この上さらにあの子にあっ。まったくもう。だが隠れているばかりでは目的は立っ。この近くの都市といえば神聖教国として名高いアデプ皇帝陛下。でもあんなさ砲撃できるんだったらさ、人間一人行ったところで、だが否定する。皇帝陛下。ニコライ何もやらしてくんないなこいつ。ここは奴を出すと申しますと。陛下、それはあの男の行動は予測できません。だが奴の無慈悲な。あの男を。アンネをガイストに兵を与え。陛下、大事なことなので。分かっている。おお、全ての虐殺は好まないみたいですね。それにお前が言ってしまってはさあ。なるべく犠牲は少なく。このなんだこの門は。いけない。結構広いなこの国は。お、銃持ってるやつがいる。この栄領兵弱い。うん、あのメガ粒子砲はでも砂時計止めるのにじゃなくて貯めるのに3日かかるからな。3日じゃなくて1日か。8時間が3回。刀兵もいる。痛い。反撃を食らってるな。こっちでいいのかな。とりあえず結構遠いな。近くから上陸すればよかった。
あ、フローウェル、これだ。そうだな、ここに赤魔同士がいたんだったな、前は。フローエル、女ばっかりだな。まずはちょっと魔法と武器屋を見たい。ここが、あで、ここは水のクリスタルの加護。フラウエス、フラウエス、ああ忙しい忙しい。なんだなんだ。準備係も楽じゃないわね。準備係って。何の準備？気になるな。まさか砲撃の準備？便宜上ちょっとあれをコロニーレーザーと名付けましょう。ん？怪しい。さあ何が売ってる？シミタン。おお強い、攻撃力上がる。炎のロッドを手に入れたからな。癒しの杖も手に入れた。ククリ170か、いいね。聞く一文字170、これはぶん殴るやつだから。両手武器って何に得意なんだ。まだジョブを手に入れてないかな。とりあえずククリを1個買おう。1、2、3、聞く一文字を1個買っとこう。こんなもんかな。アダマンシールド、盾装備してるのは2人か。これはいいかな。で頭は頭2人しかいないから、ちょっとまず鎧から揃える。みんなローブ系がいいみたいですね。魔法防御もちょっと上げとくか。これにしよう。4つ、高っ。高いけどまだお金に余裕がある。アース棒、麻痺無効化、安らぎの指輪、混乱無効化。よし、とりあえずおすすめ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 と。盗賊の固定ノーマライザー手に入れたんだ。敵のブレイブアタック率を低下させるからくり。あ、いらないな。疾風、先制攻撃。お、これいいね。先制攻撃率上昇、ちょっと防御が下がるけど。85、83、102、あ、違う、105、100、なんか細かくてよくわかんない。パワーリストは必要だろう。イデラはアミュレットでいいだろう。マグノリア何、ブラックベルト。あ、クリティカル率ね。じゃあやっぱこいつだな。疾風のかんざし、いや、いいんじゃないかな、このまま防御を上げる方向で。スマイリーバッジって何？ね、あ、狙われやつだね。まあいいや、これでいこう。一回宿屋に寝ましょう。泊まる、60円。安いな、相変わらず。宿屋だけ安いっていう。インフレを起こさないっすね。で、あとは、魔法だな。魔法が高いからな。3200円、ヒットポイント全回復。よしよしよし。これよくよく考えればさ、このヒーラーみたいなやつがいるから白魔導士とかいらなかったんじゃないか。名前忘れちゃったよ。ビショップだ、ビショップ。アイテム屋さんはそんなに変わってないでしょう。相変わらずの品揃えだけど、ゴースト状態解除する、これがある。2つくらい買っとこう。万能薬ってゴースト状態解除できるのかな。一応セーブしましょう。友達が少なくてお困りのようだ。友達を紹介してくれた。よし、 OK。 じゃあちょっと準備係を追っかけましょう。おお、やる気があるんだかやる気がないんだか微妙な顔だな。そうか、聖火祭って有名なフェス。そうそう、年に一度、私こそはって思うよ。つまり美女のコンテストって。いいでや、もともと聖火祭は
それがお客さん集うの以前までは単なる美女コンテストだったけどやる気のない目2年前からは変わった内面の美しさらに言えばさなんと今年からは花乙女だけじゃなくて花男へえ街中にお友達の参加を受け俺いいわねいや俺は無理だ無理でしょうこんな般若の面をつけてるやつなんてセンス悪すぎだよ確かに今フェンサーだからセンスとしてはユウの方がいいねユウじゃねえやキズの方がいいねて、照れるぞでも露出度の高い服を着なきゃいけないんだろう露出度昔は女性だけのコンテストだったから今はどうかわからないけどなるほどそう言わずにそれにしてもこの近くにそこに行ってきそうだな、コロニーレーザーをどこが占拠したかだな。ここか。よう、ババア。お前じゃない。おババ様。おーや、本日、浮遊城を攻撃。あの、雨かける光の筋を見たのは。どこから攻撃されたかっすよね。その皇帝がもう直ちにおおすげえ結界張れるんだこんな子供がこの子は水の巫女この子が結界を張れじゃあシルビーちゃんただの子供じゃねえかよよろしくお願いしますまあ今俺たち超強いからなじゃあ早速水の神殿に向かうかう宝箱残り3つここで探すのはちょっとなかなか難しいなこういうところにもないし水の神殿ってどこだっけ下の方 あそこか結構近いなこの先は危険だぜって言ってくるかな。いや、頑張ってるね。とりあえずじゃあボス戦はなさそうだな。オッケー。結界を頼むよ。これが。うん。光り輝いている多分それじゃあシルビーこいつ喋んないな喋れないの早っおこの背筋がこれで安心だね本当にありがとね一瞬で結界張ったないやー帝国の先回り初めてできましたねおっとなんか夜になりそうだぞまあこんな幼子を連れ回すのも良くないんで早めに返しましょうおやおやおなんだなんだ不安だったのねはいシルビーちゃんそれはちょうど今宵は生活ですしかじゃあちょっとお始まったんなんだこれ第48回男が微妙だな。レベル高いんだ。選考基準に心の美しさが加わって傷。
せっかくこのセクス…もういい？それにしても…なんでも壇上で一人ずついいところをアピールって心の美しさなんて…さあ、まずはエントリー…ビルギット私こう…ビルギットって男だろ。バグにやられた。気になるわね。バグか。お、これ帝国兵？おい女、浮遊城をこ隠したために、あやめろ、ユーゼネオルシア。うんうん、お前らにやられる俺たちではない。リピートになってるし、リピートでよくね。ほらほら、所詮一般兵だろ。強い、行きがけのダチン。オッケーオッケー、まあ普通の敵でしたね。だが帝国兵が攻めてきたか。もうめっちゃ騒ぎになってる。まだだ。あー、助け。くそ。まずいよ。私行ってくる。わかったわ。あ、イレアさん。帝国のやつらめ、やりたい放題やりやがって。ここは何にも気づいてないな。エントリーナンバー8番。アルフォンス。アルフォンスといえば錬金術師じゃないか。今回の参加者って美男美女揃いだけど、やっぱり。おや？違うよ。みんな。逃げろ。そうはさせん。誰？我の名はガイスト。なんだ、ブラッディ・ガイスト。なんかめっちゃボロいな。誰と浮遊者。この人たちは何も。おお。信じられぬな。こなんだ、あ、死んだ。やばい、こいつもやられるぞ。死んだ。え、ゾンビになって復活するとか。おお、ゾンビになって復活しそう。あ、あれ、あれ、確かに切られたはずなの。傷がなかった。靴を与えるためにな。なるほど、そういうことか。アンドゥ。てか、イデア見てるだけかよ。傷を与え、もう傷が消えてもすぐに口を割らせて、この場にいる誰かが首謀者。その時なかお、帝国兵。道を塞げ、兵たち。はっ。この変態野郎。アンドゥ。おお、すげえ、こいつの能力。見ての通り。勝ち目はないのだ。仲間たちは下で我が兵。選択肢は五。やめ。まずは耳を、そして死。無残な自分の姿をも。ふふふ。こいつ最強じゃん。あれ、また来た。知らないの、アナゼルのこと。情報不足だろ、どう考えても。あ、アナゼル。
あれやられちゃった弱いアナゼル。なんでアナゼルはこう弱くなってんだ。おお、相性の悪い相手。これだが、いずれまた会うときが。ありがとう、アナゼル。何？まあ、アナゼル傷だらけだけどね、毎回。お前がピンチだ。アナゼル。おお、身を挺して町を救おうとした女子。あの二人は、私たちの…アナゼルなんて素顔見えないぞ、だって。素晴らしい。最後のエントリーは。おお、エントリーされてる。この二人こそが。おっと、この。それでは、皆様。でもこいつら英雄なんだからさ、名前は知れ渡ってんだろう。いや。ノリノリじゃねえかこいつ。今回はお二方の心。いやな、小さい順が。わ、あれ。あ、みんな。終わった。やったね、二人と。なんだすごく。こんな。とにかく。あれ、こいつは。コングラチュレーション。She said。お、もしや月の民。これは俺たちの部族の言葉じゃない。月の民がいる。あれ、終わっちゃった。アナゼルどこ行ったんだよ、ところで。イデアリー、知らないのか、英雄だぞ。とりあえずこの町はもういいのかな。回復はしなくて大丈夫か。アニエス様が何か言ってたな。うん、フローエルには手がかりはなしか。じゃあどこへ行けばいいんだ。それではこれを会場に起こしと。いやExcuse me? Hello? Oh. Yes? Can I? お嬢さん、俺の言葉がわかる？ええ。この人、何者なんだ？ああ、ごめんごめん。君がさっき話した。あれは俺たち、サジッタ族の言葉だったもんだから。そうとも。俺たちは、空の彼方、この大陸の森深くに。Good gravy! ああ。魔王と戦うテクノロジーをできるだけ。だから驚いたんだよ。 なんで君。これは月の言葉よ。なんだって。こいつは面白くなってきやがった。こいつらだな。よければ、メガ粒子砲を打ち込んだやつは来てくれないか。メガ粒子砲じゃなくてコロニーレーザーだ。ああ、そっちは月の民。でもまたで。そうだな、しばらくは。ありがとう。わかったわ、ミスター。ああ、もちろんさ。マグノール。俺はロータスさ。サジエンジニアか。なかなかいい職業ですね。あ、サブイベント始まってる。じゃあちょっと次回はこのサブイベントをやるところから始めていきましょう。とりあえずコロニーレーザーの情報が手に入りましたけど、まあサブイベントが先ですね。ということで今回はこれで終了したいと思います。